軟式野球やってる以上やっぱ天皇支配で優勝したいっていうのがやっぱ一番の目標ではあるんですけども、まあ野球を通して人として成長していくっていうところを、今年目標にしてやっていきたいと思ってます。スリーボンドは仕事優先の野球部っていうところがありますので、まあ、なかなか、選手たちも両立が難しいというところで、長い時間練習はできないんですけども、だからこそその短い中で質の高い練習っていうのができているんじゃないかなとは思ってます。一般の方はスリーボンドっていう企業をなかなか知らないと思うんですけども、まあ、このネーミングライセンス取ったことによってスリーボンドのことを知ってもらえたり、またですね、まあ、野球部として、まあ、勝っていく、上部大会とかでも成績を残していくということがさらにスリーボンドを知っていただける機会になるかなと思いますので、まあ、そこが野球部の役割というか仕事なのかなとは思っております。